どうも、ボイケンです。今日は木曜日か、作業始めていきましょう。ちょっとね、くーちゃん聞いた？ちょっとね、型がまだモールレンズ残ってるんですけど、ちょっとダメだ、指がね、筋肉痛もそうなんですけど、こうやって触るだけで指が痛い。この指のこの辺ね、この辺ね、ちょっとこうギュウギュウやりすぎてたんでしょうね。痛い、特に左手なんで、ちょっと今日ちょっとお休み、こうお休みして、まあやれることはちょっと、まあ今んとこまだないもんな。そうだね、一応ここのウェザースリップははめ込んだけど、そういうのはないもんな。なんでちょっと今日は配線を集中的にやりたいと思います。しっちゃかめっちゃかのまんまやっていきます。よいしょ、続きですね。続き、ちょっといらないものを外へ出そう先に。昨日で、あの配線が終わったんだよな。ブレーキのとこも持ってったと。なので、今日は、フリマの配線が完璧だもんな。1、2、3。そうだね。で、表のヘッドライトの配線はちょっと待ってて、ブラウンが行ってパークだね。大丈夫だね、まあ、大丈夫だね。1、2、3、4、5分ある。1、2、3、4、OK、 大丈夫。じゃあ今日はちょっとアクセサリーの方から行くか。ね、これは差し込んで、まあ、アクセサリーって言ってもホーンとワイパースイッチとエアコンぐらいか、電装品は。まあいいや、とにかくちょっとつけてきます。まあこんだけですね。あ、そっか、じゃあワイパースイッチ外して、ちょっとそっちへやっといて、ラジオとかカーステとかこれないですね。カーステとかつけなくていいのかな、オーナーさん。もうとりあえず配線だけあれば後でどうとでもなるもんね。まあ、ちょっとやっていきます。まあ1本ずつだよな。だもんで、本配線がこれ。よし、ちょっとほどこう。また長いんだろうな、これきっと。痛い。長いんだろうなと。全然関係ない話ですけど、タバコまた値上がりしたじゃないですか。私が吸ってる銘柄490円になったんだよな。禁煙しますか、もう。もったいない、1日500円をね、燃やして消えてしまうのは。ただ今まで何回禁煙に挑戦してもな、成功した試しねえからな。それだな。なに、くーちゃん、どうしたの。こっち来な、くーちゃん。いるよ、お兄ちゃん。甘えん坊ちゃん、強がっちゃって、おいでって言うと来ない。積んでる件ですよ。いやー、ぐちょぐちょに絡まりそうな予感。なぜ
ほん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 と。いや、いてて腰が痛いし、あと両肩肩甲骨の裏が超痛い。参っちゃうよ。あれ入れないと中途になった。はい、これは終わった方ね。チューブ、チューブ、どれだっけ、この太さだっけかな、この太さだっけ。よし、ん、どこ行った、いた。ああ、まだフォードちゃんは配線少ないからいいな。あれ、これ太いじゃん、他のやつより。嘘でしょ。入んねえな、おじゃ、これこれ以上硬くなると多分入んないよな、入んないよな。若干太いやつがあるけど、それでどう。できればこれは入れたいんだけど、無理っぽいな、ここは。ギリ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 入ってくれてるけど、ちょっとやってみるか。こっちが後で作り直すけど、だから大丈夫かな、外でも。あ、指痛え。こんなの押さえてるだけで痛え。視聴者さんの書き込みで、なんか痛みにボルタレン、ボルタリンだっけかな、ジェルダガっていうのがあるらしくて、それすごい効きますよって書いてあったんで、ちょっと後で薬局に行こうと思います。今回本当に痛え、あっちこっち。やべえよ、やべえ、マジで。よいしょ。でんてけてけてけてててて。よし、あれ。とりあえずこれがわかんないと、プッシュ式スイッチに変えたいってオーナー様が言ってたんですよ。うん。でも一応距離を測るために今ちょっと使いますね。はい、ワイパーのスイッチの配線も OK。 じゃあ次にエアコン、エアコンはオレンジの配線で、1番で、エアコンのスイッチはここの中央に行きたいって言ってるから、あれ、これ中央に持ってきたら、エアコンのスイッチ持ってきたら蓋開けらんねえんじゃね。ここに行くんですよね、ここに行きたいらしいんですよ、ここ。その真裏はなんかレバーがあるぞ。開閉用のね。いい、これはダメか、この蓋行かせらんねえか。ちょうど真ん中だ、ちょうど真ん中。ちょっと待って、ギリギリなんとかなりそう。あそこの下のレバーはそこまで下へは動いてこないんだよな。うん、だからスイッチをこの辺につけてもギリギリね、逃げれるかもしんない。前も言ったように、エアコンのスイッチのってこういうふうに裏に結構こういろいろあるもんで、結構幅取るんですよ、こういうのね。うん、どうかな、つけれればいいな。まあスイッチも新しいのをつけるんで、それも到着待ちなんでね、
それが来ないことにはって感じですよ。だからエアコンの配線はこの辺まで引っ張ってきておきましょう。はい、はい、エアコンとラジオ、ラジオね、まあだからラジオって確かオリジナルっていうか常時電源でつきますよね多分。っていうことはもしこっちをカーステに使うんだったらカーステの常時の方で ACC からカーステに1本落としてやって、まあイルミつけるんだったらイルミつけるって感じですね。まあ一応だからラジオはないけど配線つけておきましょう。オーナーさんがいつかカーステつけたいって言った時にね使えるんで。よし、これでアクセサリー電源も終わりと。最後ですね。最後でもないけどね、まだまだ全然あるんで、いろいろ。で、エアコンの配線も、なんだっけ、あれも作り替えなきゃなんない。はい、配線はそんなに難しくないです。22の場合はこっち、15の場合はこっち、14番に電源をつなげるだけ。で、ゲージとつながるだけ。で、ここで、ちょっと待ってください。まずはこれですね。これが、ゲージ、取り外したゲージと合ってくれればいいんですけどね。ちょっと今見ますね。はい。チャートのカラーはまるっきり違います。当たり前ですね。これ作られてるもん。そうか。かろうじて合うとことかない？ないな。作り替えですね、こいつはちょっと。一応こっちには全部付箋をしてくれてるのでありがたいですよ。ねえ。一本ずつ、ちょっとここ全部作り直し、あ、そうか、それで取っといたんだ、そこ。これを取っといたので、ここからはまるやつ。ここから、はめるだけはめて、一緒か、こっち切っても一緒だね。でもそうするとここへはまんなくなっちゃうから、やっぱこことここをつなげて、でこっち側からこれがここにペンってはまるんですよ。で行くようにした方がいいかな。さて、頭を飛ばしましたので、これとこれ、こっちはゲージ用、だよな、うん、そう、じゃあゲージ自体のこっちの方はこれオリジナルで使えるやつかな、は使わないので、これとこれですね。はい、4123456 10本ある。123456789101本で、1本はガソリンのやつだから OK だね。ちょっとほどいて、ちょっと数の少ない方からいきます。よし、じゃあやってこう。まず図面に沿って、ちょっとこれな、これほどきましょうか。なのでサイズ的にこれかいなと。これかいな、これがいいな、多分。よし、そしてやっていきます。地味な作業が続きます。ちまちまやっていきます。絶対つまんねえよな、いつも思うんだけどさ、見せどころみたいのないよね、こういう作業ってね。ひたすらやるしかないもんな。
星よりひそかにと。もうすぐチマニョンが亡くなって1周年っていうの、もうすぐチマニョンが亡くなって1回忌ですね。1年経つんだ。もうすげえいろいろあったな、あれからね。チマニョンが死んだ次の日におふくろが末期がんですって言われて、余命の宣告されて、あっちこっち飛び回っていろいろあったな。今年1年は本当いろいろありましたよ。うんね、今年1年で本当に仕事の方もね、すごい注文くれる方がすごく増えてね、うん、くれて、ここに来てくれる方もすごいいっぱい増えて、うん、でファミリーたちもねいっぱい増えてまだ会ってないファミリーもいっぱいいるんですけどね。いやー、いろいろあったな今年は来年はもうちょっとね、何もなく平穏にね、本当に仕事に集中できる一年になればいいなって思ってます嫌だよね、みんなんか病気だなんだとかさ、本当に。一回見て、リターンと L ハイビーム、これなんて書いてあるのかな、これ。あ、そうか。よいしょ。できればね、来年はね、もうちょっとこう、なんていうんですかね、ちょっとやりたいカスタムとかも僕もあるので、そういうご注文が増えたら嬉しいなって思っております。よいしょ。贅沢な悩みですけどね、最近いなくなったよね、ほんと。屋根切りてとかさ、顔面整形とかテールを変えたいとかね、コンチキット作ってくれとか、いなくなったね、そういうの。よいしょ。そういう土地狂っちゃった車作りたいな。なんだかわかんねえ車にしてくれみたいなね。昔は結構いたんですよ、そういう人もね。まあ僕もそうでしたけどね。よいしょ。はい、とりあえずこの4本 OK。 そしたらこっち行きましょう。さて、一応ここまでちょっとまとめるだけまとめといたんで、ここからはまた室内ですね。でちょっと室内に戻ります。はい、ということでゲージを元へ戻したいんですが、そうすると別にやりにくくはないか。ゲージもだけ同じように昇華したいよな。ちょっとやっていきますね。どうやってやるか。はい、とりあえずゲージを元へ戻して、でまだちょっとね、何回か外す、何回かっていうか一回外すと思うんですよ。ここ加工しなきゃなんねえし、うん、ただちょっとつけとけば長さを見れるので、ここからいろんな配線をまたつなげていきます。あとフューエルが後ろに行って、水温と油圧が前に出るので、その距離を出していきます。今ちょっとまとめに入っていますね。この辺はもうある程度まとめておいても大丈夫なので、ちょっと置いた後長さの調節をもう一回していきますね。まとめて、調節をしていきます。はい、長さを調節して固定をしました。ではまだちょっと全然残ってるんですが、配線のパーツはこれで終わりましたね。ではフロントとリアに行ってるので、これも、分かれさせるのでちょっとやっていきます。ちょっと待って、もう真っ暗
痛い痛い腰痛い腰ここに挟まってんですよ。ちょっと待って。これがオイルと水温のセンサーにつながるやつですね。オイル、水温。よし、これで OK。次。次。次、これがガス。センダーにつながるやつね。で、これはアース。ちょっと待って、アースはアースだよ。アースがいっぱいある。アース。